さあ、それでは今夜は北朝鮮情勢といえばこの方たちというお三方にお越しいただきました。拓殖大学特任教授の武貞秀志さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてコリアレポート編集長のピョン・ジンイルさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして慶応義塾大学准教授の磯崎敦人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめにですね、今年の北朝鮮を見ていく上でのキーワードは一体何なのか、ゲストのお三方に挙げていただきたいと思います。一斉に見せていただけますでしょうか。まずは武貞さんから、はい、対米外交ですね。対米外交がキーワード。ピョンさんはズバリ経済ですね。ズバリ経済、うん、そして磯崎さん。私は分水嶺と書きました。分かれ目っていうことでしょうかね。まあ、こういったお三方がそれぞれに掲げてらっしゃるこのキーワードというものは今年の北朝鮮情勢を見ていく上でどう重要なのか、さまざまな情報を分析しながらこの後じっくり伺っていきたいと思います。さあ、ではここからは昨日明らかになりました金正恩委員長の電撃訪中についてお話を伺っていきたいと思いますが、この金委員長、まあ、主な滞在日程を終えて日本時間の午後3時過ぎのことですが特別列車で北京を出発したというところまでは情報入ってきてるんですが、まずそもそもこの今回の訪中についてはですね、その公開されている映像というとそのおととい北朝鮮を出発した時のものだけで実際姿が確認できるものとしてはですね、その中国に到着してからの様子というのはまず一切出てきまだ一切出てきてないんですけども、これはいつ出てくるのかっていうと国外出るまでやっぱ出てこないですから。そうですね、まだ金正恩委員長が列車の中でですから、出発して8時間ぐらいですから、丹東市まで中国領ですからね、金正恩委員長が列車の中にいる間にですね、公式の映像を発表するというのはなかなかしにくいということがあるんじゃないでしょうかね。もうしばらくすると出てくるのかどうか、まあ、今日も今ぐらいの時間に北朝鮮の方はニュースの時間でもあるということなんで新しい情報入ってくれば随時お伝えしたいと思うんですが、そもそもピョンさん今回訪中にあたってはですね、まあ、今まであまり例のないことだと思うんですけど事前に発表があって行きますよと、これも今までないっていうのはどういう狙いなんでしょうか。そうですね、これが一般的なんですよね、こういう形で事前で発表するっていうの。でも中朝関係っていうのはそういう外国同士という関係ではなくて、いわばその同志関係という、まあ、一般的に言うと兄弟関係というので、ですからあえてそういうようなですね、儀式というのは飛ばしてしまうと、ちなみにロシアとの関係に至ってはですね、金正恩委員長が過去、2回か3回ですね、訪問してますけども、その際にはですね、北朝鮮が事前にですね、金正恩委員長が何月何日からロシアを訪問すると発表してるんですね、やっぱりこの違いでしょうね、はい、本当に今回はちょっと異例ずくめのことでもあるんですけれども、じゃあそもそもその目的っていうのは何なのか、磯崎さんはその目的についてはどういうふうに。まず中朝間の2国間の問題について話し合うが第一ですね、ただそうであれば本来もうこの1年間の間に3回も金正恩委員長は中国を訪問しているわけですから、次は習近平国家主席が訪朝する番なはずなんですよ。しかし新年早々もう1回行った、しかも1月8日金正恩国務委員長の誕生日の日に行ったということを考えると、2点あると思います。中朝関係以外に米朝関係、非核化の問題について意見交換しに行ったというのが一つですよね。さらにもう一つ国内の金正恩国務委員長の誕生日に関連する何かがあったかもしれないなという点ですね。これその誕生日にあえて行くっていうのはそのどういうことをこちら側は思えばいいんでしょうか。やっぱりそれだけ親密な関係であるっていう。そうですね、先ほどから話出てますけれども、中国と北朝鮮の関係ってのは外交関係じゃなくて本当にこの一緒に戦争も戦ったですね、もう血と血がもうつながっているような関係ですから、米中関係とは違うんですよ。外交の時間がですね、北京で会談してたってそれはもう全く次元の違うことであって、中国と北朝鮮はですね、誕生日にお祝いも兼ねてバースデーのパーティーも兼ねて、かつ米朝のね首脳会談もうじき発表があるでしょうけれども、それに向けて金正恩委員長がどういう話をね
するかということも習近平さんと調整をするということも兼ねて腹合わせやって行使兼ねたこの1月8日っていうのに照準を合わせてねやった。それだけ中朝はね分かり合える仲なんだっていうことも世界に PR するっていうことまで計算をしているでしょうね。じゃあ通常のそのいわゆる外交交渉その首脳同士の会談っていうのをもういわゆるそのビジネスライクにね、まあ、もちろんあのワーキングディナーとかワーキングランチとかもあるわけですけども、誕生日にわざわざやってでそれがまあ今おっしゃった公私両用の意味を込めているっていうのはそういうものなんですか、この両国間、ね、そうですね、両国間の調整もですね外務省同士がやるんではなくて対外連絡部共産党と労働党の対外関係を扱う部署同士が調整をしますしね、うん、プロトコール上のいろいろな調整のビジネスライクな調整というものも我々が考えるものと全く違うようなあうんの呼吸でやってる世界ですよ。そこにトランプ大統領こうもう近々また分け入っていくことになるのかというとやっぱり普通の二国間関係とは違うところにアメリカそして今日本もですねまた今年どういう展開をしていくかということになるんですけど、あのメンバーも気になるところですよ、はい、あの今回その訪中した北朝鮮のメンバーからどういうことをこう読み解くといいますか、このメンバーで行く意味というかどう思ったらいいんでしょうか。まあ、最も重要な人は前、外相でありですね最高人民会議外交委員会委員長でありですね外交すべてを取り仕切っているリ・スヨンさん、立ち位置も金正恩委員長のすぐ隣でサポートしていますよね。ですから最も重要なキーパーソンはリ・スヨン党副委員長でしょうね。それと、まあ、もう一人は対米関係を取り仕切っているキム・ヨンチョル副委員長ですけれども、この2人がキーパーソンですけれども、やはり対中国そして対日朝日友好親善協会の顧問でもあるリ・スヨンさんは全ての外交を取り仕切ってますから、やはり相当影響力のある外交のトップのリ・スヨンさんが今回は重要な役割を果たしていますね。ピョンさんいかがですか、このメンバー。そうですね、過去3回の訪中もいずれもこの3人すなわちイ・スヨン、イ・ヨンホ、キム・ヨンチョルはこれ随行してそして首脳会談に同席してますのでね、ですから今回も全く同じメンバーが、まあ、首脳会談に同席したかどうかは別にしまして、ね、随行したということですね。それは今話があったようにまずはやっぱり対米関係これ非常にですね、重要でそれが目的でですね、言ってますしね、あとはその妹さんのキム・ヨジョンさんも、はい、それからイ・ソルジュ奥さんもですね、これまた過去に 1、2度行ってますからね、ですからこのメンバーは今回初めてということじゃなくて一度このメンバーでですね中国を訪問してるんですね、はい、ですから何の異例でもないということですね。もうこれが はい、ある種磯崎さんデフォルトのメンバーになりつつあるということなんでしょうか、ね、そうですね、まあ、細かいことを言うとチェ・リョンヘさんが抜けているとか前回に比べていくつかあるんですが、基本的にはまあオールスターといいますか対米関係を動かすために中国と意思疎通意見交換をしておかなくてはいけないなというメンバーですね。ねえ、さっき竹貞さんがそのアメリカと中国の間が時間級のまさに貿易に関する通商協議やってるけどもそれは全く関係ない、関係が 0% とは思いませんけれども、それの米中の関係っていうのは、まあ、今外交摩擦の世界ですけれども、中国北朝鮮にしてみればその下々の外交担当の人たちがやっておく実務的な会議であって中朝の首脳会談と次元が違うということであって全く接点も配慮も全くないと思いますよ。それとこれとの間にはそこはあんまり関係性は無理に見出さない方が自然な理解だということですか。あっても 0.5% ぐらいですね。あっても 0.5% 、うん、ね、でもそもそも丸山さん今回のこの会談の失礼がね、うん、その呼びかけでいやもうものすごく仲がいい兄弟みたいな間柄とおっしゃったけれども、そもそも確かに最近はよく会ってますけどその前全く没交渉でしたよね、うん、関係悪化まで言われていたっていう時代から大きく、まあ、変わってるわけですけど、この辺はやっぱりアメリカにらみで寄ってきたということではないということなんですね。そう、日本人が考えているほどですね、中朝関係というのは波があったようには思えないですよね。しっかりと原油の供給というのは中朝間で中国は一生懸命
無償であるいは有効価格で原油を送り続けていますしね、一定量が北朝鮮に石油は流れ続けていますしね、中国の経済的なサポートがなければ北朝鮮生きていけないということを両方知っていますよね、環球時報と労働新聞がいろいろ相手を批判し合ったって言ってもこれ新聞の間の批判であって、軍と軍、党と党との関係にはもうびくともひとかすにもしていないんですよ。実際にはしてないですね。ただね、中朝間で首脳の往来っていうのが最近までなかったっていうのはやはり北朝鮮としても内政、そして経済、そして対外関係、対米関係、核開発、これにもう没頭していた時期が金正恩さんトップになってからしばらく続いていたわけですから、中朝関係でそれほど首脳の往来をするという方まで、力といいますかエネルギーが回らなかったって、そういう事情はあるでしょうね。ですから突然最近中朝が友好関係になったということではなくて、ようやく今まで通りの中朝関係を表立ってやるだけの時間的なあるいはエネルギーの余裕が出てきたということですよ。そうだとすると、この今回は制裁のですね、解除に向けてね、これは中国もに一役買ってもらおうということが当然あったんじゃないかと。その通りですね。だからそれについては中国はやっぱり前向きに取り組むということになると、もう会談の目的というのはアメリカにね、非核化で協力するぞというふうに中国がそういう意思を示してですね、要するに、自分の存在力を示すと、アメリカに対してということなのか、さもなければ北朝鮮に対してですね、制裁解除で協力するぞということで、恩を売るという言い方をしていいのかどうか、どっちなんでしょうかね。中国は一貫してですね、制裁を続けていくだけでは非核化はできないんだということを主張し続けていますし、国際連合安保理等の決議に対してちょっとそれに合わせるためにね、限定的な制裁は中国実行してますけれども、去年の3月以降はほとんどもう形骸化してます、中国の北朝鮮に対する制裁はですね。ですから中朝間において制裁に関する姿勢、立ち位置は全く違いはないんですよ。アメリカが率先して非核化を望むんであれば、北朝鮮に対する制裁を緩和あるいはもうやめてしまうということを国連で温度を取るべきだと、中国がアメリカに言ってあげるからねということまでおそらく今回言ってるでしょうね。アメリカに対するメッセージですね。アメリカに対して、磯崎さんどうですか、そこ同じ考えですか。やっぱりアメリカ、北朝鮮、どっちを睨んで中国を動いてるんですか。今回の中国の方向に関して言えば、やっぱり北朝鮮にとって重要なのはアメリカですよね。今はその、何をやらなくてはいけないかという側面ではアメリカ、これはちょうどの新年の辞に関わってくるんでしょうけれども、新年の辞で対外関係、外交関係について述べている部分の大部分がアメリカですよね。中国は1行しか出していない。それはアメリカを刺激しないように1行しか出していないわけですよ。そういったところからしても、今金正恩国務委員長が1年間の間に、わずか1年の間に4回も中国に訪問しているっていうのは、やはり国内で相談できる相手、金委員長にとって国内でこのアメリカここまで譲歩したら、果たして本当にアメリカはどこまで譲歩してくれるんだろうっていう、こういう何ですか、相談相手っていうのは非常に限られてきますから、どうしても韓国のムン・ジェイン大統領と中国の習近平国家主席、どちらかに直接会って本音でアメリカはどう思ってるのかなとか聞き出したいところなのかもしれませんね。先ほど来お話ある通り、これが去年は3回訪中があって、でその間に南北首脳会談があったり米朝首脳会談が挟まったりということですから、その流れで言えば今回また訪中したということが、ピョンさんも米朝首脳会談のですね、2回目の実現は、これはもうかなり近づいているということになるわけですかね。そうですね。だから正直驚きましたね、金正恩委員長がまた中国に行ったっていう一報を聞いた時にですね、先ほど磯崎さんの話ありましたけども、今度は習主席の番だろうと、まして北朝鮮が去年9月の建国70周年に
習主席のいわば訪朝を期待したにもかかわらずですね、はい、袖にされたと。ですから今年はですね、誰もがですね、習主席の番だと思ったらですね、うん、また4回目ということで、うん、それも先ほど冒頭に話がありましたけれども、この1月に、で調べてみますと、金正日総書記父親はですね、17年の在任中に7回中国を訪問してるんですけども、そのうち2回がですね、1月なんですね、はい、例えばその2006年の時は1月10日からですね、約1週間以上行ってるんですね。でもう1回が2001年なんですね。でこれはですね、どういうことかと言いますと、2001年の時はその前の年の2000年12月にですね、アメリカで政権交代があったんですね、はい、対話のクリントン政権から圧力のですね、ブッシュ政権に取って変わった、うん、その対応でしょうね、うん、それから2006年の1月はですね、その前の年の2005年、この暮れにですね、いわば9月に交わされた6カ国協議共同声明が、はい、その後ですね、アメリカの北朝鮮のこのデルタアジアバンクの取引停止、さらに北朝鮮のこの発射に対するですね、いわばその財産凍結、加えてですね、アメリカが約束した食料支援、これ半分ストップっていう、こういう新たな事態、その結果がですね、共同声明が決裂というようなことでですね、その対応に追われて1月に行ったっていう。そうすると今回もですね、やはりまずアメリカ、それももう間もなくですね、あの2度目の首脳会談ということですから、はい、中国との間の意思疎通、うん、さらにはですね、中国の側面支援、はい、まあ、それがあの最大のですね、1月訪中の狙いじゃないかと思います ね。そうなると、こうなんていうか、秒読みとまではいかないまでも、もうかなり近い段階であの米朝首脳会談が行われる時期であるとか、あるいはその場所 に関しても出てくる可能性というのがあるのかなという気になってきますけど、あのトランプ大統領も年が明けてから首脳会談を行われるだろうと言ってますしね、それからキム委員長も私も会いたがっていると、うん、まあ、だからなんかまだこの相思相愛ぶりっていうのを隠さず述べていて、で、まあ、キム委員長も元日に滞在する準備はできてるんだということなんですけど、その最新の情報では、そのアメリカの CNN が2回目の米朝首脳会談の開催地としてはどこなのかということに関連して、ホワイトハウスの関係者がベトナムのハノイ、それからタイ・バンコク、それからまあアメリカのハワイ、この3つの場所についてホワイトハウスの関係者が視察をしたんだというふうに報じていて、まあ、この視察はすなわち2回目の会談の、まあ、もしかしたら地ならしじゃないのというような報じ方をしてるんですけれども、その時期と場所については竹澤さん、トランプ大統領は間もなく発表できるだろうということまで言っていましたよね、はいはい、ところが加えてその3カ所以外の可能性もあるという話も出てきていますよね、うんうん、まだ決めていないでしょうし、うん、もう一つは、あの昨年5月の20日過ぎにいきなりトランプさんが辞めたと、はい、言って慌てて金正恩さんが、はい、ムンジェインさんに実現に向けて力貸してくれって言って、そして6月12日米朝首脳会談実現した、はい、トランプさんも気が向らな人ですしね、いきなりツイッターでね、ちょっとこうちょっかい出すような軽いジャブのつもりで、うん、第2回延期だと言ってしまう可能性だってゼロじゃないんですね。それは問題の本質に関わることではなくて、トランプさん一流のこうブラフをかけてね、相手を脅かしながら会談をこう、まあ、優位な立場でやっていこうというやり方が、北朝鮮との間でボタンの掛け違いが起きる場合は延期ということにもなりうるでしょうけども、まあ、いずれにしても米朝は今どうしても双方がやりたいんですよね。トランプさんも米朝首脳会談できなかったら南北と中朝関係はしっかりと堅固な形になっていくのに、アメリカが主役でなくなっちゃいますよ。北朝鮮としてはね、アメリカに対して当然ですけれども終戦宣言をその先には持っていきたいと思ってるし、まあその前には制裁の緩和で、アメリカが主役を果たして国連で世界各国に北朝鮮に制裁ばっかり加えていたら非核化は実現できないなという行動を取ってほしいと思ってるから、どうしてもやりたいんですよね。やりたいけれども、すぐに結論が出なくても、延々と結論の出ない米朝間協議であっても、南北じゃなくて米朝双方には利益があるわけですよね。だから
やる方向で場所まで決めていて、ハワイなら金正恩さんが好きそうな場所だから、そうですね、これ絶対ここはなさそうだとか、あるいはここだったら可能性あるみたいなことをピョンさんここから考えついたりしますか。もう私は個人的にこの3択のうちベトナムのハノイの可能性が、うん、まあ、一番高いと。その心は何でしょう。それはあのポンペオ国務長官が北朝鮮に対してですね、あのベトナムを見習うようにというようなことを言ったとか言わないとか、そういうようなですね報道があるんですね。それはあのアメリカとベトナムまさに戦争した間から、しかしその後ですね国交を結んで、でアメリカの支援でベトナムも経済復興し、今はベトナムはアメリカにとって友好国になった、その歴史、これが一つですね。それからベトナムには双方の大使館があるということですね。で一番 の, そ の, その可能性を強めたのはですね、先月アメリカの東アジア担当 の, その次官補代理が、あのハノイを訪れて視察をしていたということ、でその直後に今度北朝鮮のイ・ヨンホ外相がベトナムを訪れていたということ、まあベトナム自らがですねやっぱ第2回会談の場所に勝手出たという話もありますしね。もちろんハワイの可能性もゼロではないと思いますけども。磯崎さんもうなずきながらお聞きになって、まあ、前回も消去法で決まったので最後どうなるかわからないですけども、まあ社会主義国家ですしね、もう95年に米越ですか、アメリカと、ベトナム国交正常化して久しいですから、そういう教訓を見せるためにも、そして金正恩国務委員長としてもそれを見るためにも視察も兼ねてですね、悪い場所ではないようには思います。今またあのツイッターでハワイだとまた中国の飛行機借りないとダメだって、そういえばそうだった、ね、あんまり遠くだと現だ、ね、実現性というのはまたね、中国どうするんでしょうねっていう、ね、可能性はありますよね。その、つまり2回目の首脳会談を早めに実現させれば、9月には国連総会があるわけですから、国家の代表として堂々とニューヨークに行くついでに3回目の首脳会談っていうのは想定に入るわけですよ。セットしやすくなる。そんなに早くアメリカに行かなくてもいいのではないかとは思いますね。ハワイについて本来私バッテリーしたいところなんですけども、どうしてもまだその可能性を捨てきれないのはですね、トランプ大統領金委員長と会談した際に、北朝鮮のこれから経済発展のためにはいわば観光ですね、そうすると北朝鮮は日本海に面したあのウォンサンのカルマ地区、ここをですね有数のリゾート地帯にしたいっていうことは、ハワイはまさにリゾート地ですから、それで武田さんの話はありませんけども、金委員長も一回ハワイ行ってみたいなっていう、そういうですねそういう、考えがあってもおかしくはない、そこをくすぐってハワイでっていう話を、どこになるんでしょうね。まあでもどこになるかっていうのは、まあそれこそその北朝鮮の今後どういう国づくりをするかっていうとことも決して無関係ではないという。じゃあこの後はですね、金委員長の新年の辞、その映像と内容を徹底分析しまして、本音と思惑読み解いていきます。지난해는70여년의민족분열사상일찍이있어본적이없는극적인변화가일어난격동적인해였습니다이로부터우리는이미더이상핵무기를만들지도시험하지도않으며사용하지도전파하지도않을것이라는데대해내외에선포하고여러가지실천적조치들을취해왔습니다나는앞으로도언제든또다시미국대통령과마주앉을준비가되어있으며반드시국제사회가환영하는결과를만들기위해노력할것입니다다만미국이세계앞에서한자기의약속을지키지않고제재와압박으로나간다면새로운길을모색하지않을수없게될수도있습니다조선반도와지역의정세안さあ、ここからは今お聞きいただいた金委員長の新年の辞を分析したいと思うんですから、今回でまあ7回目その新年の辞なんですけども、去年と比べるとまあとにかく一見して分かるように、もう映像を見ても明らかに見た目が変わっているということで、改めてその映像を見ながらお話確認していきたいと思うんですけど、武田さんのこの映像上の注目ポイント、見た目のポイントってどこになるんでしょうね。やっぱり執務室の中からですね、非常にリラックスした姿でですね、まあ、原稿を 暗記したものを読ん、発表しているという点で印象的だし斬新でありますし、これ歩いてまた入ってきてるんですよね。これどう見ればいいんでしょうね。いやこれはもう歩い、まあ、ですからそれそこから見せて欧米のやり方に非常にこう習ってるということで、世界に対して普通の国の指導者ですよというイメージをですね発信してますね。服装はこれ2回目ですか、スーツになるのは ね、 ですかね、あの3回目ですか、はい、3回目。それともう一つはキム・イルソン、キム・ジョン・イルバッジをつけてないですよね。あ、本当だ。でつけてないっていうのは、外すことが許されるのはキム・ジョンさんだけなんですよ。それだけ
自分が全て何をつけるかつけないかも含めてですね決められるということがこれでも分かりますよね。ただキム・イルソンさん、キム・ジョンイルさん全く無視しているわけではないのはしっかりと写真が写り込む形で後ろに写真が出ていますよね。おじいさんお父さんに見守られながら国内そして海外に対して発信をしていますというその絵をですねはっきりとリラックスした形で発信してますね。これ非常にいろんなとこう突っ込みどころというかピョンさんこれ時計が気になるっておっしゃってたんですよね。そうですね。置き時計これがって、はい、それは私も暇でしたので金平委員長の原稿ですね暇ってことはないと思います、はい、冒頭から終わりまで何分かかるのかってこれ計算しましたら31分38秒なんですね、はいはい、ところがですね25、6分の段階で時計を見ましたら時計が45分再生するんですね。12時ジャストにスタートしたにもかかわらず25、6分の段階で時計の針を45分再生するんですね。ということは何回も撮り直しをしたということが分かったということですね。録画編集なのか、はい、録画編集してるから実際はその分と時間は過ぎてるんだけども、はい、放送された分はそこほど長くない。それは当然だと思いますね、うん、もう一つは31分38秒、はい、1回もですね、はい、噛んだこともなければ、読み間違えたこともなければ、あるいはですねその繰り返したこともないという、うん、通常考えられないですね。ですから何度もですね取り直したんじゃないかな、でもちろん左側に透明のプロンプターですか、それはもうずっと見てました。確かにこの、はい、視線がカメラのに対して左の方を見ているようにも見受けられて、はい、手に原稿を持っているのはなぜそのプロンプターがあるのかもちょっとよくわからないんですけど、磯崎さんこの演出がこれだけ、まあ、演出というかねこの見せ方が変わってるってことに何を意図を込めてるんでしょうかね。これビジュアル面でもそうですし、実は今回中身でもそうだったと思うんですが、はい、新しい時代を告げているっていうことなんだと思うんですね、うんうん、大きな流れとしては、うん、この新年の字というのは、学生から大人老人に至るまで、丸暗記ではないんですが、その基本的な内容とか体系を徹底して1年間頭に入れて、それに基づいて政策を立てて、はい、それに基づいて行動するということが、義務化されている非常に重要な演説ですから、うん、そういう意味では、まあ、ビジュアルでまず分かりますよね、うん、この確かにキム・イルソン主席、キム・ジョンイル国防委員長のこう写真はあるわけですけど、家族写真であっていわゆる肖像画、太陽像といわれる肖像画ではないわけですよ。で今回のポイントの一つとしてやはり、はい、キム・イルソン主席、キム・ジョンイル国防委員長に関するこの名前ですとか首領様、将軍様といった、うん、そういったキーワードも今回一切使われなかった初めてのことです、うんうん、最初の6年前2013年の新年の時の時から徐々に減らしていって、今年はついに意図的にゼロにしているんですね。これ磯崎さんの挙げていただくポイント、今もお話ありましたが、一つは首領様、もう一つは将軍様、ずっとこのワードは、まあ、つまり自分の権力の正当性というのを直結するワードですから、そうですね、当然入ってて当たり前っていうのも今まではそうだったわけです、今まではそうだったわけで、今回社会主義という言葉も連呼して、これまでの制度とかこれまでの体制は変えていかないという意思は明確に示している、うん、しかし父親おじいさんとは違うやり方でいくんだっていうのがにじみ出ているように思いますね、うん、それがこの2つのワードがなくなったことに示されているということで、まあ、出しちゃったんでもう一回ここも気になるんですけどこれ何でしょうか。これ戦軍ですね。戦軍政治、戦軍というのは、まあ、去年からなくなっている、これも徐々になくして去年なくしたんですが、うん、キム・ジョンイル国防委員長の時代を象徴するキーワード、うん、これをもう今年は完全に消した。もうずっととにかくその強い軍を作って、それで国を引っ張ってっていうポリシーでやってきたけれども、ここにはもう決別というかもう区切りがついたというか達成したからってことなんですかね。軍は大切ですけれども、しかし国防力をきちんと強化しろと言っている一方で、その軍隊が経済建設に参加せよということも今回は明確に言っているわけですよね、ですから先ほどピョンさん掲げられたように、やはり今年のキーワードといいますか、今年は経済に集中したい、これからですね、今年という経済に集中するために
どうやってその環境を作っていくか、やはりアメリカと物事を進めて平和的な環境でないと集中できないということになります。あの従来型のこういったあのキーワードがなくなって、で、まあ、今経済にシフトしていくというのが最初にあの磯崎さんが今年の北朝鮮のキーワードについては分水嶺っておっしゃってましたけれども、はい、これは一つの分水嶺あのになるということなんですか。主に対米関係なんですけれども、もう時間がないんじゃないかなと思うんですね、北朝鮮にとってもし非核化を考えているとすれば、トランプ政権がチャンスなわけですよ、国内の政治に手を突っ込まない、人権問題などもうるさく言ってこないトランプ大統領が取引をしようとしている。その大統領があと任期2年しかないわけです。再選されてもあと6年、その間にどんどん先に進めておかないと、もう二度と何かやろうとしてもできないかもしれない、核を持ち続けたまま睨まれ続けるかもしれない、そういう意味での分水嶺です ね今、はい、磯崎さんのそのキム・イルソンさん、キム・ジョンイルさんの、はい、まあ、時代から決別化というね文言ですけれども、まあ、ちょっと私違う考えを持ってるんですけども、決別というよりは2年前に11月に火星15を発射して大陸間弾道ミサイルの技術はもうマスターしたと、軍事的にはねこれで完結したんだということをしきりに発表してきましたよね、はい、北朝鮮はね、だからおじいさんお父さんが追求してきた道はマスターしたんだと、プラスアルファそれを踏まえて、プラスアルファ自分は付け足したものがあるとすれば、民族同士の南北間、はい、おじいさんお父さんができなかったぐらいの親しい関係にムンジェインさんと持っていきましたよ、白頭山の上でお互いが、はいはい、朝鮮半島を見下ろしましたよって、これはお父さんもおじいさんもできなかったこと、だからおじいさんお父さんプラスアルファの存在なんだ金正恩さんはということをアピールするあまりに、この戦軍首領様将軍様というものを削ったのであって、決別というよりはプラスアルファの3代目にしてすごい指導者なんだよということで演出してるんじゃないかなという気がするんですよね。今日はやっぱりお三方お招きしてよかったというのは、それぞれこういろんな見方があってですね、私も決別とは思わないですよ、ね、でも延長成し遂げたっていう成し遂げたことってことですよね。スタジオではその北朝鮮、キム・ジョンウン委員長の年頭の辞ですね、その映像とそれから内容について、まあ、内容についてはさまざまとにかく解釈するところがあって、どんなワードが出てきてどんなワードが減ってるかと、まあ、磯崎さんもピョンさんも竹貞さんも、まあ、毎年もう精読されてるとは思いますけども、今年のその注目ワードなんですけどね、32分間に及んだその演説なんですけども、随分そのこの2つの言葉についてはトレンドが変わってきていて、先ほど来ご指摘のあるように経済、去年は21回だったんですけども、今年はじゃん38回増えましたね。で一方でその核という、去年はもうとにかく脅しまくって22回だったのが、今年は2回、これあの番組の冒頭キーワード経済という言葉をあのピョンさん挙げられましたけれども、はい、やっぱりそれが如実にここ出てるということですね。そうですね、あの1にも2にもやはり経済だと思いますね、はい、で今度の新年次で私が一番驚いたのはですね、金正恩委員長の去年1年間の総括の中で軍事部門、これ軍事部門というと、まあ、基本的にはですね兵器だとか武器だとか戦車だとかタンクを製造する部門なんですけども、この部門がですね、金委員長曰くですね、建設現場での機械だとか農場の機械だとか日用品だとか、あるいはですねそういう消費財だとか、そういうことをですね、はいはい、生産してたっていうことなんですね。それからさらにこれからですね経済に寄与するような、そういうようなですねやれっていうことを言ってましたね。ということはですね、あの金正恩委員長が政権の座について、確かあれは2015年でしたかね、4年前になんと36年ぶりに労働党第7回大会を開いて、そこでですね新たな経済計画を打ち出したんですね。それは国家経済発展5カ年戦略という5カ年、はい、これが今年4年目なんですね、はい、来年が最終年度なんですね、はい、これ絶対失敗許されないということですね、うんうん、金正恩委員長が掲げたこの経済計画はですね、破綻なんていうのはこれまさに悪夢だと思いますね、これを成功裏に終わらすためには何が何でもですね、国連の制裁の解除、
これがですね必須ということですね、うん、そのためには北朝鮮はですね、うん、非核化しなければならないというところがね、その核については、はい、まあ、脅しこそなくなってますけれども、番組の冒頭で竹貞さんは対米外交が、まあ、今年のキーワードだと。でその核についてはアメリカが依然として制裁と圧迫を続けるのであれば新たな道を模索せざるを得なくなりうるというようなことも、まあ、発言していて、基本姿勢としてはだから核をねその持ち続けること自体は全く放棄もしてないし、今作ってしまったものについては何の言及もしてないぐらいなんですけど、これ対米外交はこれどういう展開をね今年は予想しますかね。ですから対米外交はですね、アメリカが経済制裁、北朝鮮に対する制裁を緩和するか解消をする、はい、方法を取ってくれない限りは非核化に向けていかなる措置も取らない、うん、これはずっと言い続けてきていることをやはりこの新年の辞に盛り込んでますよね、はいはい、それともう一つは中国に今回行ったということとも関連しますけれども、終戦宣言をし、終戦宣言のその後には米朝でいくら終戦宣言をしても戦争し合う中ではなくなりましたよと言っても、その次に来るのは休戦協定が終わりました、平和協定に変えましょう、はい、これは彭徳懐中国人民志願軍の司令官とマーク・クラーク国連軍司令官とキム・イルソン司令官の3人がサインをしてますから、はい、当然ですけども中国を含めなければならない、はい、ということで中国も含めた多国間の休戦協定終わりましたっていうのをやらなきゃいけない、これをアメリカとやりたいでしょうね、うん、この北朝鮮の考えからいくとですね、やはりアメリカをに照準を合わせて、うん、そして、脅かしながらアメリカが譲らない限りは核兵器は捨てませんよ、はい、ということを説得をして、今のトランプさんの北から見たら無礼のある、ね、政策のように見えますから、きっと制裁をそれじゃあ緩和をして、そして米朝関係なんとかこう続けて協議を続けていこうねというふうに言いそうだと、北はおそらく楽観してるんじゃないかと思いますよ。関してますか。そうはいかないでしょ。どうでしょうね。どうなるんだろうか。やっぱり制裁というのはだってこれまでのことに対する制裁であって、これまでのことをどうするって何にも言ってない。制裁を緩和をするって発言、一切の発言はアメリカ側にないですね。うん、そうですよね。はい。だとすると今回のショーは、まあ、会談はどこでやるか分かんないけど、政治ショーに終わっちゃうかもしれない。ですよね。去年の6月12日も政治ショーだったんだから。うん、いいんですか別にそれ。いやいいとは思いませんけど、核武兵器のがなくなるのが一番いいですけれども、戦争よりはまだマシだろうと、今のような状態がというトランプさんの言葉も重いですよね。その対立どういうふうになるかなんですけども、もう一つ対立といいますと日韓関係も今心配な状況、年明け迎えております。今後の行方についてこの後お話ししていきたいと思います。本当に問題山積で、かつその韓国側の対応には首かしげざるを得ないところが多々あるわけですけども、ピョンさん、この、まあ、ムン大統領の会見も明日予定されているようですけど、韓国政府 どこにこの収集道筋見出してくるんでしょうかね。どう見てます。難しいですね、一部では韓国政府がねそれ補填したらどうかということですけども、それは韓国国民の税金で払うということですね、はい、しかし最高裁の判決は日本の企業に払えてるんですね。それをですね税金でっていう韓国人の考えはないと思いますね。難しいと思います。でまして日本はですね韓国の最高裁の判決は国際法に反していると、はい、でこれはもう韓国も一応ですね法治国家で、その最高裁の判決を国際法に反していると言われて、それに対してまた反発もありますね。でそうなるとですね日本の最高裁と韓国の最高裁が真逆の判決を出したわけですから、これは今日本が考えているですね、私は国際司法裁判所でいわば白黒つけるのも一つの手だと思いますね。そこまで行き着くことになるのか、竹澤さんはどう今後見てますか。いや難しいですね。国際司法裁判所に訴えても、これは国際司法裁判所の方で訴えが出ましたよっても韓国側が応じなかったらこれは裁判にならなくて終わりになるわけですから、永遠とそれを繰り返しながら韓国の戦略としては日本が参ったと言って、韓国の去年10月の最高裁判所のですね決定にですね従うのを待つと、そこまでやって日韓関係が悪くなってもですね、はい、これは韓国の最近の外交関係等とも関係するわけですけれども、南北関係これだけ良くなったと、はい、アメリカが韓国に愛想尽かしても、うん、
まあ、韓国の防衛それほどアメリカに頼る必要がないぐらい南北関係良くなったんだと、中国もいざとなったら助けてくれるだろうと、スワップ協定も中国韓国はある程度うまくいっていると、日本は韓国に対していろんなバッシングしてもそれほど困らない時代がやってきたという思いがあるんじゃないですか。不思議です。今後の日程なんですけど、あの竹島の日が2月の22日にあって、それ3月1日にはあの独立運動から100年という記念日を迎えるので、ますますその日本に対するですね、その国民感情の高ぶりというのが心配される状況であります。でこの後は、北朝鮮金委員長の新年の字から見えてきた本音と思惑、さらにお話を伺います。まあ、今年さっきの竹貞さんのお話だとぐずぐずいっちゃうような感じもしないでもないんですけど、どういう展開になると、それは北朝鮮もある程度の覚悟はあるんです。ですから新年の字で経済は重視してますけど、自立経済という言葉、これキーワード、自強力、自力構成、こういった言葉を増やしてるんですね。ですからもしかしたらうまくいかないかもしれないということを念頭に置きながら、でもそれでは困るという思いもあるわけです。トランプ大統領の任期の間に物事を進めておかないと、もう二度と取引をしてくれる大統領出てこないかもしれないっていう焦りはあると思いますね。やっぱり焦りあります。いや、焦ったことがない民族が朝鮮半島の歴史であり5000年間そうやってね歴史を歩んできたわけであって、先ほどの金正恩さんの映像も楽観主義そのものの姿ですよね。むしろ40歳も若いんですよ、金正恩さんは。トランプさんよりもね、トランプさんせいぜい最大限6年、もしかしたら2年以内に終わる、自分はあと40年以上やれるだろうと。当然おじいさんお父さんのことを寿命を考えて考えてるから、時間は自分に味方してるっていう思いで、本当にゆっくりゆっくりやっても俺の勝ちだという気持ちが北朝鮮の指導者にあるんじゃないでしょうかね。でもね、他方でまさに竹里さんが意味軸もおっしゃったように、トランプ大統領もしかしたら2年で終わっちゃうかもしれないっていうところが、そうなんです、時間軸が長いからこそ、もうここで信用を落としたら二度と次の政権、共和党でも民主党でも他の国からも、あの人は信用できない、一回約束したことができなかったじゃないかってなりかねないですよね。楽園押され、本当の意味での最後の楽園をされるかどうか、厳しい政権が出てきても、その後自分の寿命を考えると20年後もっと味方してくれる政権がワシントンに登場するかもしれないと思う可能性があるのが時間の幅の話ですよね。ピョンさんどうですか、楽観に立つのか悲観に立って動くのか。まあ、どちらも半々だと思いますね。それはあのはっきりトランプ大統領がですね、金民朝と馬が合うと好意に落ちたとそこまで言われてるんですね。そうするとトランプ大統領相手にしてやりたいと、しかし仮にトランプ大統領がダメな場合でもですね、例えばこれまでこの核問題、ミサイル問題というのは発端はブッシュパパから、そしてこのクリントン大統領、そして次はまたジュニアブッシュ、そしてオバマで今はのトランプ大統領、歴代大統領は全部ですね、北朝鮮と最高指導者と対話をやろうとやってきたということなんですね。民主党大統領であれ共和党大統領であれ北朝鮮との対話は避けられないというのがですね、この問題の本質ですから、トランプ大統領がダメな場合はまた次の大統領も当然北朝鮮は想定していると思いますね。まあ、その近く行われるかというそのね、米朝首脳会談2回目行われましたら、またお三方にお話を伺いたいと思います。どうもありがとうございました。